今日は朝ごはんに全粒粉のパンケーキを作っていこうと思います。1カップのミルクにお酢を入れてバターミルクを作っていきます。大さじ1のお酢混ぜて5分ぐらい置いておきます。お酢はアップルサイダービネガーを使いました。小麦粉を1カップ、これは1/2カップなので2杯入れます。動画の中であまり話していなかったのでアフレコしていきます。ベーキングパウダーを小さじ1と1/2、ベーキングソーダを小さじ1/2、塩を小さじ1/4、シナモン、だいたい青、次は先ほど作ったバターミルクに卵を1個入れて混ぜます。大さじ2の溶かしバターを用意するためマグカップに入れてレンジでチンします。このくらいかな。溶かしたバターは少し置いて冷まします。次はメープルシロップとバニラエクストラクトを入れていきます。バターを入れます。できた液をこの粉のボウルに入れていきます。角の方が届かないのでこれを使って混ぜます。そして生地を5分ほど休ませておきます。パンケーキに添える用のベーコンも焼いていきます。もうそろそろいい感じなのでキッチンペーパーに取ります。コーヒーを入れるためにお湯を沸かしていきます。毎朝この電動のコーヒーミルを使って挽きたてのコーヒーを入れています。我が家ではフレンチプレスを使ってコーヒーを入れています。あまり綺麗ではないですね。先ほど入れたコーヒーは4分ほど抽出した後フィルターを押してこしていきます。ブラックのままいただくのも美味しいですが、少しミルクを入れて飲むのも好きです。
パンケーキが焼けたので盛り付けていきます。バターを塗ってベーコンを添えてホイップクリームを添えて冷凍してあったバナナのスライスを添えて最後にミニトマトを添えました。前日に作っておいたスープも一緒にいただきます。Big.